成瀬隆流造から1942年は、明治期の実業家、教育者。東京高等商業学校教頭研幹事、大阪商業学校校長、三井屋同族会主事初期長、三井合名会社理事を歴任。別名、正忠。本生は川村。江戸生まれ。家は旗本、なるせ家。最初1875年に、 慶応義塾入学するが、転学し、1877年商法講習所を一期生として、卒業し、同年、矢野次郎校長の推薦により、母校商法講習所助教心得に就任。翌1878年助教に就任。商法講習所が改祖されてできた、旧西東京高等商業学校の教頭研幹事を経て、1892年。 旧制大阪商業学校校長に転じ、1895年、三井財閥に入り、在家房の先駆けであった上海盲籍会社の総支配人に就任。三井や同族会秘所課長や主事、書記長、三井合名会社理事を務めた。1906年に設立された財団法人、三井事前病院では幹事を務めた。1908年の親友事件では、図紙と三 村瀬春夫、矢瀬島近則、宮川九次郎と、大学問題実行委員に就任。文部大臣らの説得に尽力し、母校防衛に貢献した。子に、成瀬徹、成瀬優吾、広予言がいる。長女、姫は、海江田幸吉の妻。他に四男の成瀬秀吉、伊豆尾の醍醐大臣は、醍醐忠直の養子。ありがとうございます。